はいどうも、とどまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでこうするクエストをいただきました。ちくわちくわブロックにうまく乗ってください。さあ、まあクリア率もそんな難しそうではなかったんで、まあしっかりとやっていきたいなと思います。まあこうやってドッスンが落としてきたちくわを足場にして進んでいくのか。これはじゃあこのああなるほど、それに乗ってあのドアに入るんだ。さあ、というわけでやり直しルートから戻ってまいりまして、何気にちょっと難あーそっか、左側に乗っとかなきゃいけなくての高校。オッケーオッケー。まあ意外とちょっと難しいギミックもちょっとあるんかなっていう気もしますけど、これは普通にちくわが落ちるよりも先に走り抜けちゃえば、ドッスンは自分とこまでは襲ってこないので大丈夫というお話で、これもドッスンにちくわを落としていただいて、それを足場丁寧にね、丁寧にプレイしましょうね、丁寧にね。さあ、これドカン入ってまいりましょうと。で、中間がいただけます。おそらくあのちくわを先で使う、ここで使うんだ。むず。まあ、ここで待っといたらもう一回降ってくるんで、それを利用すれば OK で、次横向きのドッスンがそう落としたやつを利用してこう。難しいな。はい、これを使ってここにこう。 OK、 一マスの隙間に入るのって普通に難しいよね。これは一回リフトに乗っかって上へ行って、最終的にあそこに行けなんだけど、ここからでも別に行けると思います。さあ、これで落下していきまして、続いては一番左上のあそこに行くんだろうなっていう感じですね。むずいよ。だとしたら登ってくむず。まあ最初の方のやつちょっと無視して、3つ目ぐらいから乗っていく。あ、むずいぞ。あ、行けたんじゃないか、行けたんじゃないか。 OK、 さ、しっかりと乗り継いで、ここの一番高いところのドアに入っていきましょうと。ちょっとね、一回待ったらあのタイミングがずれてちくわの感覚がずれるんで、そこがちょっと難しかったですけれども、ゴールでございました。というわけで、交際でありがとうございました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。一発マリオ呪いのボタン。さあ、なんか呪いのボタンというコースで、これこっち行くで OK。 なるほど、 P を押したらなんか右のやつがドスンドスンしだして動けなくなるし、タイムアップになるとかじゃないんだ。でも動けなくなっちゃうと帰れないですね。これやり直すしかなさそうだ。これめっちゃスレスレの位置で踏んでも、あのハンマーブロスみたいなのは反応するな。どうすんだこれ。いや、踏む位置とか関係ないんだろうね。もう P を踏むっていうこと自体がもうあいつを反応させちゃうんだとしたら、どうしたらいける。でもこの振動を全部ジャンプして避ける。あ、ちょっと現実的じゃないかなと思ったけど、なんかワンチャンいけんことないんかなっていう気したな今一瞬。一回ハマったらもうダメなんだけど、ここからもうめちゃくちゃ連打して、あの振動に一度も引っかからないように。てか、あれか、あいつが下に来るタイミングでこっち飛んどいたらいいだけか、そんな連打しなくても。だからこれであいつが下振動させるなっていうタイミングで飛んどいたらいけるみたいな、そういうことなんだ。これでドア入ってゴールと。ゴールがないスピードラン、クリア率が 0.07%。 いや、 0.07% は相当クリア率低いんじゃないかなっていう気しますけど、あれですね、あの制限時間が500秒ありますね。なので時間制限はあんまり気にしなくていいっていうのは割とありがたい情報になってくるんじゃないだろうかとは思いますけれども、まあスピランとしての難易度もそこまでの鬼畜感は今のところのここまででいくとなさそうな感じではありますので、まあまあなんとかなるんじゃないかなと思いたいですけども、今画面の右端の方に来てはいますけれども、まあここなんだ。オンオフ切り替わって、もう一回こっちに行ったら今度は行けるルートが変わってますよ。で、今度こっち行く。そこのガリガリの裏にドアが隠れているのがチラ見えしてましたので、どっかで使うんじゃないかなとは思う。おっと、アップな、間違ってちょっと壁キックをしちゃった。あと皆さん、スタート地点の右のブロックんとこ、なんかパパって一瞬になってんの分かりました？何かアイテムがあの裏に隠されてるんですよ、スタートのすぐ右の足場のブロックのとこに。まあそれはトラップなのかどうなんか、この下のところね、なんかあるのか嘘の可能性もあるけど、まあまあゆくゆくボム兵かなんかが手に入ったらそこは調べれる。さあ、ここ上行ってしっかりとスピンで、まあこれはカブルでいいのか、かぶって帰るとかっていう可能性もワンチャンあるか。まだ帰れる作りだと思うんですよね。この上もいけるなぁ。メットかぶってるから、メットかぶったなぁ。ルートが多いんだ。あれ、ここのとこ、はい。あれ、
入れないわ、ここ。ここ入れないんだ。そうなんだ。そしたら、あー、ボム兵が出てくるところってことか。なんか怪しいとこがいっぱいあるけども、まあ、とりあえず素直に左に行く。なんとなく1個持っていこうか。じゃあ、持っていくことによってなんか使い道があるかもし、あー、オッケー、スタート地点来た。じゃあ、あ、ちょ、そこでも行けるか。もう一マス、右を壊して欲しかったのが正直なところなんだけど、あ、いや、そこで合ってたんだ。ここでトゲメットが出てきました。まあ、このトゲメットは確実にどっかでは使うでしょうね。あー、そしたらここ一気に来れるようになりましたね。じゃあ一気に行くっていうことになってくるか。まあ、素直にここ入ろか、このドア。まあ、これ嘘っぽいんだよね。あれ、左ゴールあるぞ。あれ、そしたらさ、もうこの無敵時間で行けちゃったりする？さすがにでも間に合わんか。いや、そうだな。さすがにそれは間に合わん気がするな。てか、よく見たら、この裏も行けるなっていう、なんかドアがいっぱいあるんだな、とにかく。いや、まあ、さすがに嘘だと思いますけども、一応、ここも行ってみましょうか。ここ行けないんだ。あれじゃなんだそこ。これをオフにしてから、こっちに行ったら、ダメージを食らいながら、上、てかなんかボム兵が出てきてるぞ。なんだあのボム兵は。じゃあ、ここのドアに入りたかったんだけど、なんかボム兵出てきてたね。ボム兵？あ、てかそこのボム兵がいるだけか。じゃあ別にあんま変わってないな。あのボム兵はじゃああんま関係なさそうだね。あのメットを逆さ向きで下に落とすための装置として設置されてるボム兵が2周目からはブロックがないから下にいただけだから、多分あのボム兵は関係ないと思いますね。メットがこっち向かってくるのを1回やり過ごして、2周目はこのクリボーを足場にするようにここにクリボーがいたってことか。いや、ここのドアも嘘だと思うんだけども、まあまあ1回入って、では見ます。なんか知らんとこ来たけど、まあ嘘っすよね。そうだよね。どこ行くんだ。じゃあで、ちょっと思ってんのがさ、このブロック赤くない？これちょっと赤い気するんだよ。だからあれオンオフブロックじゃないんかなっていう。だから普通に、2周目こっち回ってきて、ここに来てトゲメットだから、そこのオンオフが塞がれてても関係なしにこう来れる。で、ここほら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 、ここそうだよね、オンオフだよね。パウですか。パウか。パウがあったらここで使いたくなっちゃうよね。使ってみる？一回。でもこの裏は何もないよね。ドアないよね。ドア隠されて、隠されてたー、隠されてたぞ。じゃあ、表面に帰って、あ、やった、ゴールなんだ。